強烈な日差しに少し立っているだけでも肌がじりじり焦がされているような気がします。午後0時半の金沢市、手元の温度計では 32.9 度です。青空が広がった県内、日中の最高気温は七尾で 32.1 度、珠洲で 31.6 度と5月の観測史上最も高くなりました。また金沢も30度と真夏日となり、県内ほとんどの地点で今年最高の気温となりました。今日金沢で30度超えました。そうなんや、通りで暑いと思った。もう暑くて伸びてます。冷たいものばっかり飲んでますね。飲んだり食べたり。こうした中、飛ぶように売れていたのがソフトクリーム。何個ぐらい売れてるんですか今日？ちょっとわからないですけど、まあ100ぐらいは出てるんですかね。あのコロナがね落ち着きましてね、あのたくさんの人が来ていただけるのはね大変嬉しい限りですんで。気象台によりますと、県内はこの後雨が降り始め、明日は気温が10度ほど下がる見込みです。